ベルケッラへの戦いは、紀元前101年に、ガッリア・キサルピーナに侵入した、キンブリ族の軍勢とローマ軍の間で起こった戦い。この戦いとアクアエ・セクスティアへの戦いとを合わせて、キンブリ・テウトに戦争と呼び、同戦争で、歴史的勝利を得たガイウス・マリウスは、民衆派の英雄となった。テオドール・モムゼンによると、ハンニバルがかつて、ローマ軍と戦いを繰り広げた。 古戦場で、両者は遭遇し、マリウスは決戦の場を、見通しの良い平原を選んだ。地の利を得たローマ騎兵は、キンブリ族の騎兵隊を圧倒し、マリウス軍はそのまま一方的に、キンブリ人を打ち負かした。移動する部族は往々にして、一族で行動を共にするため、敗北を知った一部のキンブリ族女性が、子供と共に自害した。 また生き残った者たちはそのほとんどが奴隷として過酷な運命をたどることになった。ローマ軍に滅ぼされたキンブリ族。フランスの画家アレクサンドル・ガブリエル・ドゥカンによるキンブリ族の敗北この戦いの前にアクアエ・セクスティアへの戦いでマリウスはテュートン族も一方的に撃破しその存在を根絶やしにした。敗北の方を聞いた皇族の蛮族たちは ローマ軍に恐れをなして故郷へと逃げ帰っていった。清争の激化や経済的混乱によって対外戦争で敗北を続けていたローマ共和国は一応の安定を得ることになり、マリウスは旧国の英雄として尊敬を集めた。しかし勝利の要因となったマリウスの軍政改革は同盟市民とローマ市民の待遇差をめぐる戦争に火をつける結果ともなり、 いわゆる同盟史戦争へのきっかけとなった。さらに旧体以前の主張を続ける元老院に対し、マリウスは、戦場においては、同盟市民とローマ市民の差は何もなかったと一周し、そればかりか独断で軍に加わっていた、同盟市民に、ローマ市民権を与える行動に出た。これは、共和制が始まって、以来、将軍が元老院を、軽蔑的に扱った、最初の例であった。 また、罰賊派である性敵のルキウス・コルネリウス・スッラも、元老院の指示を無視して、軍をローマに侵入させており、元老院の権威が衰えたことを示している。最終的に、マリウスの義理の老いであるガイウス・ユリウス・カエサルによる、ルビコン側のとかによって、元老院の権威は、完全に地に落ちる。戦いが行われた地域に関しては、考古学の分野で議論が続けられている。 ありがとうございます。